さあ、今やりましたミルクサッカーアカデミーでございます。お耳で楽しむサッカーコンテンツということでね、井上マーと申します。どうも先生、ノーミルク佐藤先生という方がいらっしゃいましてですね、サッカーデータマンのプロでいらっしゃいますよね。いろいろ教わってるんですけど、いろんなことを今日も教わっていこうかなと思います。読んでみたいと思います。ノーミルク佐藤先生。いや、最初いい声出したでしょ。え、何ですか？お耳で楽しむみたいな時、ちょっといい声出したでしょ。あ、本当ですか？はい、お耳楽しむみたいな言ってました？言ってました。本当ですか？よろしくお願いします。プロだなと思って。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は栃木でございます。栃木でございます。待ってましたよ先生。待ってましたよ。いやーね、我々も今栃木に来てるということで、うん、はい。はい。いつもそういう設定でやってますけども、今日池袋です。よろしくお願いいたしますね。まあまあね、よろしくお願いします。はい、それでは冷蔵庫の方ね、はい、開けてみたいと思います。よーいどんと、こちらでございます。はい、おなじみのメンバーですね。おなじみですね。地元ですからね、応援してますから。はい、はい、ちょっとね、うん、普段よりも一個ちょっと変えたことがあるので、それちょっと後ほど伝えていきたいと思います。はい、よろしくお願いしますね。まずは、はい、カラーリングの説明から、はい、お願いいたします。この赤がね、キーパー、はい、ゴールキーパーが赤、うん、そしてディフェンダーが青、うん、濃い青がセンターバック、うん、水色がサイドバックとなっております。でボランチがオレンジ、うん、攻撃的なミッドフィルダーが、はい、黄色、うん、そして、センターフォワード、セカンドトップ、真ん中目のフォワードの方々が緑で、ウイングが黄緑となっております、ということになっておりますね。はい、はい、そして世代が、オリンピックで分かれております、うん、下からブワーッとね、お兄さんに行くに従ってオリンピックの世代が縦に枝が張れておりますということでございますから、はい、まあ、台所事情と称しまして、いろんなバランスが分かる表になっているということですね。はい、過去現在未来まで分かって、補強ポイントを先生に伺っていこうと、予想していただこうということでございますね。はい、そしてこの J2 から始めたのが、はい、もうね、12月になっているというところもあるので、はい、うん、満了の選手だったりだとか、はい、引退の選手がまあ続々と発表されております。そうなんですね。で、もう栃木を離れるよっていう方々に関してはこれ黒文字で表記しておりまして、ね、あと普段とちょっと違うのか、はい、まあ、言葉だけで言うのもあれなんで、うん、もうあらかじめ、うん、文字が入ってない、うん、カラーリングされた場所が今何箇所かあると思うんですよ。本当だ。そこがもう補強ポイントだよってことを書いておきました。あ、これ初のシステムですね。はい、なるほど。はあはあ、この方が分かりやすいなと思った。なるほど。で、これに関しては進化してますね先生も、ね、いやいや、ありがとうございます。ということでちょっとね、はい、ここら辺説明していきたいと思います。わかりました、お願いいたします。はい、じゃあまずはいつも通りゴールキーパーから見ていきましょう。はい、うわ、レオーニ選手がいなくなっちゃうんですね。ここですよね、まずは ね、やっぱり一番大きい、まずにレオーニが抜けるというところ で、うん、まあ次誰がそれこそスタメンの座を掴むのかと。そうですね、まあ、順当にいけば竹重選手ってことになるんでしょうけども、はい、若手もね。ただね、あと開幕では確か石川選手、あ、そうでしたっけ、そう、勤めてたとかもあるので、まあ、やっぱりまあキャンプ次第かなってところもありますし、はい、まあ、なんで、まあ、ちょっとまだ分かんないですけど、うん、でおそらくは若手一人取った方がいいんじゃないのかなってやっぱり思いますね。4人体制で基本やっぱそうですか、はい、必要だなってところがあって、うん、でやっぱりキーパーちょっと足りないポジション、はい、じゃないですか。それこそ J1 ですら足りないという状態なので、うん、で J2 のチームがじゃあそれから J1 から持ってくるかってなったら、CD は、うん、いわゆる中村浩輔選手がかつてね、はい、アビスパ福岡行ってみたいなパターンとかありましたけど、うん、そういうケースでない限りはなかなか難しいので、うん、大卒で新卒一人取るんじゃないかなとは思ってます。ジェノ先生のね、バランス的な予想はこの表から分かるということですね。はい、なるほどとなっております。はい、で次センターバック、サイドバックあたりを見ていきましょう。はい、ご覧ください。もう本当愛すべき名前がね、お友達もいますし、ちょっといつもちょっと違った感情でやってますけど、今日もう僕じゃなくて逆にローズだった方が、いやいやいや、はい、ということで、石川選手、多田選手がね、多田選手いなくなっちゃうんですね。はい、うん、いうところですね。はい、ただまあ主力、まあ、主力も抜けたっていうところは確かにありますけど、うんうん、まあ、それでもやっぱり出場機会、今年はかなりのかなりの選手がスタメンの座掴んでたかなっていうところもあったりしたので、はい、うんうんうん、なのでそれを考えるとそんなに大きな痛手とはならないのかなと思っております。はい、でむしろそれというよりも、うん、やっぱセンターバックの選手として見た時には、うん、高齢化というか若手いないっていう状態にもなってるじゃないですか。確かいわゆる東京世代以下が全くいない状態なので、うん、まあ、これゴールキーパーにもまあ言えますが、うん、なのでちょっと若手一人取りたいなっていうのもちょっとね、うんうん、考えどころ。ただ、ね、やっぱりチームの状況もあったりするので、やっぱり主力レンタルででもいいから、うん、やっぱ経験者欲しいよっていう可能性もあるので、うん、まあ、その場合だったらあれですが、ただ一人
今後のやっぱりチーム、例えば J1 に昇格したいんだってことを考えていくならば、はい、やっぱり若手のやっぱり栃木の顔となれる、うん、新しい存在をそろそろ、うん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 、未来を見越してみたいなところもあるということですね、はい、誰かっていうところはちょっと考えたいですね。なるほど、はい、わかりました。でも人数はね、そうですね、そういうことでこの下にねこの青が一つ空白であるということなんですね、はい、これ分かりやすい図ですね。ありがとうございます、はい、まあ、補強ポイントなんじゃないかなということですね、はい、先生的に、はい、そうですね。でサイドバックのところも同じで、はい、いわゆる左を務められる選手に関してはまだ若手がいるっていうところがあるものの、うん、はいはいはい、まあ中堅どころ2人が今並んでるってところなので、うん、まあ、サイド左サイドバックのベテランみたいな考え方もちょっとありかなと思ったんですけ ど、まあ、両方できるような形の、うん、まあ、若手ちょっと入れられたら大きいよなと思ってます。いいですね、これ2色で待ってる感じね。そう、あのこれはもう2色にしてるのちょっとあえての話があって、先に言ってしまうと、うん、攻撃的ミッドフィルダーだった今年ルーキーだったのは浜下選手かな、はいはい、あとそれこそまあ、ね、あの川田選手とかもそうですけど、うん、やっぱり若手とって意外と成功してるじゃないかっていうチームじゃないですか。そうですね、うん、あとそれこそまあドイツからね、まあ、帰ってきてツインズになりましたけど、はい、まあ、西谷兄弟も非常にね個性的なチームの感じ出てますからね。そうそうそう、で新潟から取ったあの早間選手なんかも、はい、まあ、でよく出てて、うん、っていうところで考えると、うん、若手のいわゆる出場機会をうまく得られるチームじゃないかなと思っていて、はい、うん、あえてそのベテランばっかりにこう固執する形のチームってだんだん出てきたりするんですけど、うん、そうですよね。ただそこら辺うまくいけるんじゃないかなと思うので、うん、いいサイクルというか途中から出れるし活躍できるぞっていうのがなんか、ね、そうなんです。そこでだから大学とか高校とか一つパイプ作ってしまってみたいなパターンもありだと思うんですよ、はいはいはい、うん、今年風間体制になって、うん、東海学園大と名古屋で一つパイプができたりだとか、あとは風間大成時代の時に、うん、いわゆる筑波大と、はい、まあ、やっぱり風間さん川崎のところで、まあ、監督してましたもんね。そうそう、うん、でそれ例えば谷口選手車谷選手取ってっていうところで、はい、いわゆるベストイレブンにも選ばれたわけじゃないですか、うん、はい、育ちましたもんね。なのでそういう大学だとか高校だとかのパイプがあったりするとちょっと面白くなってくる、うん、まあ、関東圏のチームのねちょっとアドバンテージだったりしますもんね。そうなんです、うん、そうなんですというところで、なるほど、はい、補強できたら面白いんじゃないかなと思って、はい、アタッカー陣はでも若手がねたくさんそうなんですいますよね、はい、なんでその行く前にちょっと前のボランチラインに行きたいと思います、はい、でよく見てみるとちょっとちらっとちょっとちらっと思ったのが、はい、岡崎選手、寺田選手、北川選手、うん、あと大黒選手とよく考えれば、そうですよ、なんか名門ですよ。そうですよ、めっちゃ多いんですよね、はい、だからワールドカップで西野監督になった時二川選手と大黒選手選ばれるんじゃないかと思いました、ね、こっちにからワールドカップと思いましたですよ発表あの頃のガンバって言って選ばれること、ね、中山秋田みたいな感じで、そうそうそう、二川大黒、ね、そうですよね、それぞれ我が道を行くタイプですからね。だからこう栃木に住んでるオールドサッカーファンも楽しめるチームになってますから。確かに。もう高橋さんなんかもうね、もうまばゆい場所にいますもんね、普通に。そうなんですね。ね、でもちょっと先ちょっとそれちゃったんですけど。はい、でボランチのところ、うん、それこそ山形だとか、あと J1 のチームでもこの守備的なミッドフィルダーって、うん、やっぱり。2人いたところから1人に減るみたいなことがこの年末のところでよく起こってるなというケースではあるんですが、まあ現状2人とも残ってくれているというところがあり、でセントラルミッドフィルダーもまあちょっと年代としてはだんだん高まってはきているものの、合計5人いるといったところで、そんなにポジションを厚くする必要性はないかなとは思ったんですが、なるほど、とはいえ、うん、セントラルミッドフィルダーのところがちょっと年代が高まってきてるところがあるので、うん、若手のそのコントローラータイプを一人ちょっと用意したいなというところと、はい、ボランチね、ということでボランチのこの茶色が一つ、はい、うん、っていうのと、あとはそれこそ小圧選手をそれこそじゃあバックの方にずらして、うん、それでセンターバックはじゃあ取らないよっていうふうにして、うん、その代わりにある程度その J1 とかで経験があって、例えば今回のトライアウトに入ってきてしまったような選手とか、なるほど、を一人スッと取ってみるとかっていうこともちょっと面白いかなと思いました。攻撃的な面がそれこそ、うん、まあ、西谷選手たちも結城選手、和樹選手、含め浜下選手も川田選手も、はい、まあ、みんなそれぞれやっぱり特徴を持ってるところがあって、アタッカー陣をそんなに大きく変える必要性があるのかっていう、本当強いて言えばもう大黒選手のような、うん、得点力というか、うん、嗅覚を持った選手が現れるなら別ですけど、うん、もうあれはもうスキルというか、うん、いわゆる技術でこう身につけられるものではないので、うん、そういう誰かが見つかるならいいかなっては思うんですが、なるほど、
だったらもう彼らその嗅覚を自由にできるような方々というか、うんうん、をもう前線でもう頑張ってというか、もう彼らにもう攻撃をお願いする形で、うんうん、もう後ろがっちり固めて守備は守備でいわゆる失点しないぞっていう風に持っていくのが今の形としては面白いのかなと、うん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 、で特にあの今若手が欲しいみたいなのをちらっとは言ったものの、うんはい、例えば榊翔太選手が、はいはい、やっぱりその毛がちょっとあるんですよね、うん、そういう、ねはい、得点 の, その嗅覚というか、うん、フリーティブな感じしますもんね。そうなんですよね、うん、もうそのスペースに飛び込むとか、はい、なんとなくでいわゆる技術的なとか予測はしてるわけじゃないけど、うん、3,4 秒後ここら辺にボールが来ると思ってみたいなタイプ、うんうんうん、なので、うん、もともと札幌ですもんね。そうですね、札幌のホルンの栃木ですもん ね, そ, うでね、うん、でその札幌時代にはそれこそねあの 中山選手が、うん、そうだそう、うん、榊はすごいよなんていう人認めてたぐらいなので、うん、あとは本田圭佑選手がね、そうですね、あいつもの違うね、うん、なんていうちょっと取ったれんちゃう、うん、トトレンチョのっていうことですもんね。そう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 。ただ、ねうん、僕はもう広瀬浩二選手頑張ってほしい。いやもちろんそれ、ね、広瀬選手もそうだし、ねまあ、あと早間選手、ね、まあ彼早間選手とか。だってシーズンあのパスポートですよ。はい、シーズンチケットあのまだ買ってない人電話してるんですから今広瀬選手は。え？そうですよ。そういうキャンペーンを今行ってるの時です。自ら？そうですよ。すげえ。まあまあある程度そういうあの広告も含めてですよ。はい。えとみほ太平でですよこれが。ええまあ、さ話題にしていかない、なんかさ他のクラブに違って、はい、違って情報量多くないですか、ええええ、グッと我慢してるんですよノイズになるといけないなるほどなるほどここでちょっと吹き出しちゃいました。なるほどなるほど、はい、好きです、ね、西澤選手と杉本選手に愛してるとだけ僕ここで伝えさせていただきますお疲れ様でしたと本当に愛してると、はい、それはあとまた個人 LINE の方でもそうそうですね、はいはい、すいません連絡していただいて、はい、わかりました、はいはい、といったところですね、うん、まあもう、まあ、フォワードのところもまあまあ、中盤のところで大体触れてしまったところがあるんですが、はい、あのやっぱり若手組いわゆるこのリオ、うん、ロンドン世代のところの選手たちがまあ十分な出場機会を得られてっていうところで、はい、なおかつそこにプラスアルファの大黒正志がいる、はいまあ、広瀬選手ももちろんそうですけど、そうですね、はい、そのベテランの味を出してっていうところでうまくいけてるかなというところがあるアタッカー陣です、ね、うん、この選手は残るんですよね。まだちょっと分かんないです、ね、なんで一応今最後、うんまあ、普段より今まだ時間的にはまだ短いかなというところなんですけど、はい、あのこのチームがもしっていうところで行くんであれば、うん、大黒選手、うん、もしくは榊選手、はい、この辺りが仮に抜ける場合、うん、まだだって更新の情報出てないんでね、はい、うん、というか更新をされたとしても例えばその後でで、うん、いわゆる高くてもいいから買いたいっていう人がチームが現れるケースもゼロでも、はいはい、その場合は、うん、アタッカーを最優先で確保しなければならないと思います、うんうん、そうか、やっぱり真ん中に軸が一人どっしりと あって、はい、それでいて初めて、うん、浜下選手もそうだし川田選手も、ね、早間選手も西田選手たちも、うん、彼らが生きてくることになるから、はい、ちょっと大黒システムみたいなとこありましたもんね。そうですね、うん、いやもう買っちゃいましょうよ家を宇都宮に大黒選手だからそれは個人LINEの方でしていただいて、はい、買っちゃいましょうよ、うん、そう、なんでそこが大事かなっていったところではありますね。ただ、はい、みんな残るよっていうのであれば、うん、ディフェンダーだとかサイドバックだとか、はい、あとは、まあ、ボランチとかですね、うん、そっちをまずは重視してもらって、まあ、現状いわゆる、まあ、満了の選手たちのところの穴埋めのところ先にやってからっていうのでいいのかなと思います。わかりました、はい、あとはもう江戸美穂さんに、うん、もう頑張っていただいて、頑張っていただいてね、はい、うん、面白いチームになってますから。そうですね、うん、なんで今年の栃木のほんと全てのところは、うん、あの選手を誰か獲得するとかっていうよりももしかするとマーケティングだとかの体制で、うん、それこそじゃあ栃木ってこんなに面白いことやってるんだよってことを世に広めてってもらって、うん、それこそじゃあ北関東のあたりからでもいいと思うんですよ、うん、そこでであサッカー面白いんだをもう女性目線で発信してもらうってことができればサッカーから底上げにつながるんじゃないのかなと思います。なるほどね、なんかすごくこう感覚が若くなったというか、なんですかね、こうフォトジェニックなチームになってきたなっていう感じがしてて、はい、双子いる、大黒いる、ね、そうです ね, ね、キーパー外人みたいな、なんか、はい、花のあるチームにちょっと最近になってきたなっていう感じが、いや本当面白いと思うんですよ、ね、若い女性のファンとか多分増えてるはずですよこれは、おそらく私の勘が正しければ、あとあれなんですよ、うん、ユースチームもだん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 強くなってきてるんですよ。おお、なんでだんだんだからユース側からも、はい、あの上に上がってくる選手とかが増えてくれればなぁなんてことはかなり思ってますね。ありがたいです、焼いた中央の子たちも、もう外に行かずにもうみんな栃木市に、
入ってくださいね。本当そう、うん。入ってくださいね。本当にそう。今年いいメンバーこそ、うん、ああ、じゃこれ高校選手権の話しました。走り出さしようとしました。今危なかったですね。スイッチ入りかけてしまいました。毎回言いますけど先生、高校選手権の各チームデータを全チーム分今用意してますからね。はい。覚悟してくださいね皆さんね。はい。はい、ということで、ということで、すみませんちょっと興奮しちゃいました。いやワクワクしてまいりました栃木市。はい。を先生に勉強させていただきました。いや逆に勉強させていただきましたとんでもないです。まあ J1 から始まって札幌から始まって、まあ、J2 に来ました。関東まで来ましたよね、はい、また南に向かうわけですもんね。そうですね、はい、うん、あの J1 に関しても北から南まで行って、はい、まあ、J2 から J1 の昇格チームをやってきて、うん、はい、で次 J2 の北からもやってきて、うんうんうん、で次この J3 から J2 の昇格チームやって、で J3 やって、はい、バンラーレ八戸で、ああなるほど、はい、ね、までとなっております。わかりました。これ開幕まで間に合うんですか。間に合わせなきゃまずいですね。そうですよね。でもその間高校選手権もあるんですもんね。いや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 、海外もありますからね高校選手権なんてだってもう1月始まっちゃいますからね。いやもう12月末なんで、はい、今収録してる段階から考えると、来週取らないと無理。そうですね、巻いていきましょう。はい、わかりました。楽しみです。いろいろね、サッカー楽しくなります。ぜひ皆さんのお耳の友、はい、サッカーアカデミーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ツイッターアカウントしてチャンネル登録お願いいたします。僕もやっておきます。はい、お疲れ様でした。